皆さんこんにちは、安藤博史です。本日もご覧くださいましてありがとうございます。7月になってしまいました。今年ももう半分終わりましたね。本当に早いです。まあ梅雨入りをして、なんか最近はかなり梅雨なのに雨の降り方が激しくてですね、皆さん方もぜひご注意いただきたいと思います。なんかニュースを見てると、なんか最近僕が気にするせいなのかどうか分かりませんけれども、ジャンボタニシがなんかだいぶなんか増えてるみたいな話も結構ニュースで聞いたりして、たまたま海外のテレビを今日、昨日か見てたら、やっぱり海外でもジャンボタニシには困ってますみたいなニュースが流れておりましてですね、やっぱりこういう外来種で、その地域の生態系を荒らしてしまうっていうのは本当に困るなというふうに思いましたね。はい、ぜひいろんな意味で、いろんなところでお気をつけいただきたいと思います。はい、ということで国会が終わりまして、なんかもうニュースの方は東京都知事選挙であったりとか、あるいは岸田卸し、そして自民党総裁選挙、さらには衆議院の解散総選挙の後の政権はどうなるかと、まあ、そういうニュースが飛び交っているところです。東京都知事選挙についてはですね、今度チャンネルさくらさんの方で7月7日投票日、投開票日ですね、夜の7時19時から開票特番というんでしょうか、それをやられるということで、私も出演をすることになりました。まあ、7時からなので8時までは特定の候補を応援したり、あるいはディスったりということができませんので、8時までは当たり障りのない話をするのかもしれませんけれども、8時以降は、まあ、歯に衣着せぬいろんな意見が出てくると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。7月7日日曜日の夜7時開始でございますので、よろしくお願いします。はい、それからですね、今自民党総裁選挙の話がだんだん出てきてます。まだ話すの早すぎるじゃないかみたいなことを一部の自民党の重鎮は言っているみたいですけれども、もう岸田内閣、これだけ支持率が落ちてくると選挙の顔を変えないとなかなか選挙厳しいよねっていうことを普通の自民党の議員は考えているわけで、そうすると総裁選挙のことが大きな話題に上ってくるのは当然だと思います。まあ、このまま岸田さんって勝てるよという雰囲気であればこんな話出てこないんでしょうけれども、これ岸田さんで勝てんのかみたいな話だと、まあ、じゃあ誰がやるんだっていうのでね、いろんな意見が出てきてます。まあ、意欲のある人もいるわけですが、まあ、でも一部笑ってしまいますのはですね、茂木幹事長のことが昨日一昨日ぐらいにニュースになっておりまして、テレビに出たらしいんですよね。テレビに出て首相になって国の舵取りを担いたいみたいなことを言ったみたいなんですけれども、じゃあ首相になってやりたいことは何ですかと聞かれたら、ライドシェアの全面解禁とか副業の解禁とか、なんかもう的外れなことばっかり言ってるということで、まあ失笑を買ってるという、まあ、そういうニュースがありましたが、まあこのライドシェアの解禁なんていうのは一部の業界の利益にしかなりませんし、またタクシーの料金が値下げになるということですから、まあ全然ダメですよね。結局デフレをさらに促進するという政策にしかなりません。それから副業の全面解禁ということにしても、なんで今副業が流行っているか流行しているかというと、本業で所得が少ないから副業が流行っているということであって、国民は別に副業なんかやりたいと思っているわけじゃないんですよ。で、副業やりたいって思っている人は別にやればいいんですけれども、本業でもうちゃんと経済的にも裕福で先の心配がない、そういう暮らしが送れる状況だったら誰も副業なんかやらないですよね。ましてや
働き方改革というものが導入されて、一つのこの本業のところで働く時間、残業時間も制限されてるわけですよ。働きすぎちゃいけないよってなってるわけですから、残業で稼ぐっていうことも制限されてるわけですよね、国の政策によって。だからますます稼げなくなっているわけですが、稼げなかったらじゃあ副業で稼げばいいじゃないかっていうことになると、この働き方改革と完全に政策として矛盾してるわけですよ。こっちでは働くなと言いながら、休み時間もう休憩が多くなったから、休みが多くなったから、その分こっちでもっと働けば稼げるだろうみたいなことを言い始めたら、いや何がしたいんですかと、個人の健康はどこに行ってるんですかみたいな話になります。そして茂木さんがもう一個やりたいのは社会保障の 全面改革ですね。で、茂木さんという人はもうバリバリの緊縮派で構造改革派ですから、まあ、この人が総理になったら、ますます緊縮が進められて構造改革が進められると。特に社会保障については、今政府が考えているのは国民に対する給付減、まあ、年金なんかはその典型だと思いますけれども、年金なんかは払いたくない、医療費についても払いたくない、だから給付は減らしますよと、で自己負担は増やしますよっていう話ですよね。だから保険料は65まで払うということ、60まで払うということになっていますけれども、これから国民年金の払う年齢は65までに延長しようということがほぼ決まっていますし、高齢者の医療費の自己負担も増やすという方向が、まあ、ほぼ確実です。まあ、こういったことをさらに進めていくということですから、まあ、いかに国民生活が見えていないかというのの典型的な事例だと思いますけれども、まあ、こういう人も総理総裁に意欲を見せているということです。まあ、それから石破茂さんとかですね、あるいは小泉進次郎という声も出ています。そしてまた保守派の中では人気が高いのは高市早苗さんですけれども、高市早苗さんは果たして、推薦人が集まるかというのが一つのキーポイントになると思いますね。なかなか仲間作りというものがうまくなくて、まあ、安倍派を一遍飛び出て、もう一遍安倍派に入れてくれっていうことをやっていましたけれども、なかなか入れてもらえることができなかったと。まあ、そういうこともあります。なので、そういう意味では自民党の中では一匹狼なんですよね。なので、まず推薦人が集められるかどうかというのが、高市さんについてはポイントになると思います。そして、石破さん、小泉進次郎さん、このあたりは菅さんがどう動くかと、菅さんが誰を担ぐかということによって、推薦人が集まるかどうか決まってくるし、総裁選挙での有利不利というものが決まってくると思います。そういう意味でも今菅さんという人がすごいキングメーカーになってしまって、本来であれば安倍さんがですね、ご存命であれば安倍さんがその立場で、総理を辞めた後は相当長い間自民党のキングメーカーとして君臨したと思うんですけれども、安倍さん亡き後その立場になったのは実は菅さんなわけですね。そして菅さんという人は、まあ、ご承知の通り官房長官を非常に長くやられて、そして、この間ですね、官房長官ですから、人事は握ってるわけですよ。官僚の人事も、それから議員の人事も握ってたわけですね。さらに官房機密費というお金も握っていたわけです。金と人事を握ってたらそりゃ強いですよね。そしてこの官房長官でいる間にその権限をフルに駆使して、官房もそれから議員も完全に掌握したわけです。なので今議員の中では菅さんにお世話になった人っていうのは本当に多いですし、派閥解消ということを菅さんはずっと訴えています。ずっと無派閥論者ですけれども、しかし裏返すとですね、この官房長官でいる間に金と人事を使っていろんな人の面倒を見てきたので、事実上の菅派っていうものがもう出来上がってるわけですね。なんとか会というものがありましてですね、その名前は言いませんけれども、その会のメンバーっていうのは結構強い結束があって、で菅さんが一声かければ動くと、そういう状況になってます。そしてちょっと名前さっき言い忘れましたけれども、河野太郎さんなんかもですね、この神奈川県の
河野太郎、小泉進次郎、まあ、こういった人たちも、まあ、菅さんの仲間ということになっていますから、このあたりがみんな菅さんの言うことを聞くと、そういうことになっています。どうですか、ね、この人が、まあ、偉くなって、キングメーカーになって、日本の政治、そして国民の生活は良くなるとお考えでしょうか。まあ、まず良くなるという未来は見えないですね。まあ、とにかく権力に対しては貪欲ですけれども、国民の暮らしを良くするということについては非常に冷酷です。そしてその典型的な考え方がいわゆる頑張る者が報われる社会ですね。まあ、これは、まあ、自民党の政治家は非常に好きで、口にされますけれども、頑張る者が報われる、今自民党で流行っている特に菅さんが語るような頑張る者が救われる社会っていうのはどういうことかというと、結果が出ていないものは頑張りが足りない、努力が足りないということなんですね。要するに結果で評価する社会なんですよ。結果が出てる人は頑張っている、頑張っているから結果が出たんだということで評価するけれども、結果が出ていない人、恵まれていない人は頑張りが足りないと、頑張りが足りないんだから努力しろと、だからリスキリングなどを作りますから努力してください、頑張ってくださいということを言うわけですね。でも世の中の成功者という人たちは、もちろん自分の努力もあるとは思いますけれども、いろいろ成功するには時の運とか周りの引き立てとかいろんな運が必要なんですよ。いろんなそういうきっかけがあって、同じ努力をしていても報われる人、報われない人っていうのは出てくるわけですね。なので政治家としてやらなきゃいけないのは、普通に真面目に努力していたらちゃんと人並みの生活が送れて、結婚できて子供が持てて老後の心配がない、そういう人たちが一人でも多くできるような、そういう社会を作っていかなきゃいけないわけですけれども、菅さんの政治哲学にはそれはないわけですね。でとにかく自分で這い上がって努力して勝利をつかまなきゃいけないという、まあ、そういう人生観の持ち主で、まあ、そういう考え方で今の自民党の政治政策っていうのは決められていますから、結果的にこのように冷たい格差の社会、格差の開いた社会が出来上がっているということになります。なのでこの菅さんがキングメーカーとして君臨をしても、その手の政策を支持する人が偉くなるということになりますので、今の失われた30年がさらに失われた40年になるということが確実だと思いますね。まあ、そこにまた維新の会がくっついてくるわけですから、日本にとっては地獄しかない、そういう未来が見えているわけです。じゃあ一方で、これだけ自民党の支持率が落ちていますから、じゃあ野党に行きたいと、そういう人たちいっぱいいるわけですよ。いろいろ世論調査も今出ていますが、まあ、一部の調査によれば比例の投票先は自民党ではなくて立憲民主党の方が上に行っていると、まあ、そういう調査も出ているわけですね。で確かに今の自民党であれば、岸田内閣はもう続けてほしくないし、裏金についても全く解決していないし、こんな奴らに任せてられないと、そういう意味で怒っている人結構いると思うんですけれども、じゃあ立憲民主党に行けるかって言ったら、なかなかちょっと行けないよねっていう状況になっていると思います。まあ、今東京都知事選挙が行われていますが、これの結果がどう出るかということですけれども、まあ、あまり多くは語りませんけれども、まあ、おそらく立憲の人たちが思っているほど票が出ないよねっていう結果で終わるんじゃないかなっていうふうに私は思います。なので、立憲民主党が、立憲民主党がっていうよりも、前回民主党が政権を取った時には民主党の期待値っていうのはものすごく高かったわけですよ。自民党に対して愛想を尽かし、そして民主党に期待をするっていう国民は非常に多かったわけですね。私はあの時はまだ議員でもありませんし、どこの党にも所属をしていないただの無党派の人間でした。まあ、それでも民主党には政権持たせたらいけないなと思っていて、あの時の選挙、政権交代した時のね、民主党が政権した時の選挙では、嫌だけど、嫌だけどって言ったらあれですけれども、まあ、自民党に投票しました。で、まあ、そこで民主党が政権 を取ったことをきっかけに私は政治入っていくわけですけれども、
今、あの時の民主党が政権取った時みたいな野党に対する期待値が上がっているかって言ったら、まあ、ほぼ上がっていないわけですよ。で、その理由は何かって言ったら、立憲民主党のやっていることが、国民に対して希望が持てるようなメッセージが全く出てないわけですね。そして保守派からは、やっぱり立憲民主党って絶対やらせちゃいけないよねっていう、そういう強い印象がものすごく張り付いてます。だから、どんなに自民党がダメでも、立憲民主党はもっとダメだよねって思っている人が非常に多いわけですね。なので、この状況では、どんなに自民党がダメでも政権交代が起きることはないと。で、そうすると、まあ、自民党の議員は結構ゆっくりしていて、総裁選挙を腰を据えてやれるわけですよね。まあ、ちょうど時を同じくして、民主党も代表選挙があるわけですが、この代表選挙を自民党の総裁選挙に埋没させないように、同じ日程でやろうかっていう案も出ているようですけれども、立憲民主党が次の衆議院選挙で政権を取ろうと思ったら、政策を大転換しなきゃダメですね。今、立憲の幹部とか、あるいは声の大きい人、テレビなんかのマスコミの露出の高い、露出が多い人は、本当に緊縮財政言うわけですよ。今の円安とかインフレっていうのはアベノミクスのせいだと。アベノミクスで国債を刷りすぎたからこうなってるんだっていうことをよく言うわけですけれども、いや、アベノミクスを批判したいがために、国債発行を否定して緊縮財政の方向に行ってしまうわけですね。ここで緊縮財政やったらもっと経済が失速するので、分かってる人は、ますます立憲民主党から離れていくわけですよ。で、誰も、今ですね、誰もとは言いませんけれども、今、ね、国民が求めているのは、この経済対策です。LGBT とか夫婦別姓とか、それ求めている人はいるかもしれないけれども、それは極めて少数であって、保守派は反対するわけですよ。で、日本の場合は保守派を味方につけないと、政権取れないわけですね。それが分かってるのか分かってないのか知りませんけれども、もうなんか知らないけれども、経済は緊縮で、で、やりたいことは夫婦別姓と LGBT だみたいなこと言ってたら、誰も立憲民主党なんか入れませんよね。そうすると消去法で仕方がないから自民党だよねと。で、菅さんがキングメーカーになり、自民党と公明党と維新の会の連立政権という地獄がやってくるっていうですね。そういう構図が今、すごく見えてきてるわけですね。なので、私は最近言ってますけれども、とにかく次の総選挙は自民党を倒すことだと。で、自民党を倒すには、保守派をちゃんと支援できるような野党のくくりを作らなきゃいけない。で、そのためには、もう経済の再生一本でいこうと。消費税の廃止、ガソリン税の廃止、そして社会保険料の大幅減額、4分の1程度まで大幅減額をしますよと。で、約束として、夫婦別姓とか LGBT なんかには触れませんと。5年間一切触れません。経済の立て直しだけをやります。だから政権任せてください。こういうことでまとまっていけば、私は野党政権取れると思いますし、保守派の皆さんも安心して、やれるんじゃないかなと思うんですね。ついでに言えば、外国人参政権も一切進めませんからと。ここもしっかりと約束しておくっていうことです。これによって、政権交代できて、5年間、この経済、消費税廃止して、ガソリン税廃止して、社会保険料を激減させれば、経済は相当回復しますから、その後に、そういったことを、今言ったようなことを、議論をまた改めて仕切り直しでやったらいいじゃないですかと。憲法改正もそうです。憲法改正も今やるんだって言って、なんかこう、保守派をこう釣るような餌でぶら下げてやってますけれども、今憲法改正なんかやったらダメですからね。今の案で憲法改正なんかやったらダメです。憲法改悪にしかなりません。したがって憲法改正の話も当分も棚上げです。もうとにかく経済を再生して、日本人がある程度、経済的に安心できる環境を作ると。安心できる環境を作って、ちゃんとその憲法のことが多くの人がまともに考えることができるようになる。
そういう環境を作ってからでないと憲法改正の議論なんかとても進めてはいけないと思いますね。まあ、いずれにしろ、これから9月に向けていろんなことが起きてきますが、とにかく経済の再生、そして、今の自民党の中で菅さんにキングメーカーにさせてはいけないと。菅さんがキングメーカーになるようであればなおさら自民党は野党にしなくてはいけない。そのためには野党が保守派もちゃんと支援できるような政策でまとまっていかなくてはいけない。こういう方向に転換できるかどうかがこれからの日本の政治の世界で本当に大事なテーマだと思いますので、ぜひ皆さんいろいろと協力をしてやっていきたいと思います。本日もご覧くださいましてありがとうございました。